こんにちは、マーチ電機です。今回ですが、アース線の取り付けやアース線の延長でよくある質問をまとめてみましたので紹介していきたいと思います。で、以前にもですね、アース線の取り付けでよくある質問をまとめた動画っていうのは出してるんですが、今回はその動画で紹介できてなかったことや、最近よく YouTube のコメントや Twitter の DM でいただく質問をまとめております。特に多かった8つの質問を紹介していきますので、アース線の取り付けやアース線を延長する上で何か困ったことがあるっていう方は動画の方を参考にしていただいて、解決につながれば幸いです。ではですね、解説の方に移っていきます。ではですね、今回紹介する8つの質問がこちらになります。まず1つ目が、アース線を変換するケーブルを使用しても良いか。で、2つ目が、植木鉢の土や水道管、コンセントの金具につけておけば代用可能か。で、3つ目が、OA タップがアース線付きですが問題ないか。で、4つ目が、Y 端子が付いている場合はどうやって取り付けたらいいか。で、5つ目が、今までアース線を取り付けずに使ってたんですが、壊れたこともないですがどうなるんでしょう。で、6つ目が、3ピンコネクタでアース線の取り付け口がない場合の取り付け方。で、7つ目が、Y 端子と寄り線を同じところに取り付けつけても OK か。で、最後8つ目がボタン式のアース線の取り付け方を教えてください。以上この8つになります。で、この8つの中で一番質問多かったのが2番目なんですよね。アース線を取り付ける場所がない場合、植木鉢の土や水道管、コンセントの金具につけとけば代用できますかっていう質問がめちゃくちゃ多かったです。なので、アース線を取り付けれない方が結構おられるのかなっていう印象を持ちましたね。で、このあたりがどうなのかっていうのも分かりやすく解説していきます。まあ、ではね、上から順番に解説の方を進めていきます。ではまずですね、アース線を変換するケーブルを使用してもいいかっていうことなんですが、これどういうことかというと、アース線を延長する場合の話ですね。アース端子にアース線が届かない場合、長いアース線を買ってきて付け替えていただくか、それとも今あるアース線に新しいアース線を継ぎ足して延長して使用していただくことを推奨してるんですけど、この2つのやり方ではなく、こういったアース線付きの OA タップを使ってで延長しても問題ないかっていうことですね。これは問題ないです。 OA タップで延長してもらっても OK です。で、 OA タップのこの3つ目の穴がこちらで出てるアース線とつながってますので、結局はアース線を延長してることとやってることは変わりないんですよ。まあ、ですので、こういったアース付きの OA タップを使ってアース線を伸ばしてもらっても OK ということになります。で、ただ一つデメリットを挙げるのであれば、こういったアース付きの OA タップって結構いい値段するんですよ。これエルパ製の OA タップなんですけど、これで2400円ぐらい確かします。まあ、ですので、まあ、家にたまたまこういった OA タップがあるっていう方はこれ使って延長してもらう感じでいいんですけど、まあ、そうじゃない人は長いアース線を買ってくるか、今あるアース線にアース線を継ぎ足してあげる方が安くね、アース線を延長することが可能になります。で、詳しい延長のやり方はね、こちらの動画で解説してますし、まあ、どういったアース線を買ったらいいかわからないっていう方は、概要欄にね、延長用のアース線のリンクの方を貼っておきますので、こちらの方をね、チェックしていただければと思います。では続いて2つ目ですが、アース線を取り付ける場所がない場合、植木鉢の土や水道管、コンセントの金具につけておけば代用可能かっていうことなんですが、これはですね、先に結論を言うと代用は不可です。これらはアース端子の代わりにはなりません。で、代用不可というと、中にはいやいやいや、代用できる場合もあるやんっていう方がおられるかもしれませんが、確かに大地とのつながりを持てれば電気はそっちに流れますので、アース端子の代わりになる場合もあるっちゃあるんですけど、その判断が一般の方にできるとは思えないので、そういった意味も込めて代用は不可というふうに言い切っております。で、なんで代わりにならないのかっていうのを順番にね、解説していきます。で、まず植木鉢の土ですが、これね、一見いけそうな気がするのはわかるんですよ。アース線も地面にアースの棒を刺してそこにつなげるんで、同じね、土なんで、植木鉢の土に刺しても同じようなね、効果がありそうな気はするんですけど、これはダメです。で、なんでダメかというと、そもそも土がね、電気を流しやすいっていうわけではないからなんですよ。アース線を地面とつなげるのは、地面、まあ、大地ですね、これが非常に抵抗が低いからなんですよ。なので、万が一こういった電化製品で電気が漏れても、こう大地とつながりを持つアース線の方に電気が流れるっていう仕組みなんですよね。でも、これを植木鉢の土にしてしまうと、
別に土って電気が流しやすいわけじゃないんで、電気がねこっちに流れてくれないようになるんですよね。だから植木鉢の土ではダメっていうことになります。じゃあなんで地面の土は電気を非常に流しやすいかというと、これはねちょっと専門的な話にはなるんですけど、電気を流しやすい流しにくいっていうのは抵抗というもので表すことができます。でこの抵抗を決める要素っていうのがちょっとね電気の公式になるんですけど、 R イコールロー S 分の L っていうもので決めることができます。でこの P みたいな字、これローっていうんですけど、これが抵抗率って言って、その物質自体が電気を流しやすいのか流しにくいのかっていうものになります。例えば金属って電気流しやすいイメージあると思うんですけど、そういったものはこの抵抗率がむちゃくちゃ低いんです。で逆に今回で言う土っていうのは電気流しやすくないので、この抵抗率っていうのは高くなります。でこれに加えて S と L があると思うんですけど、 L っていうのは物質の長さです。で S っていうのは断面積になります。だからどういうことかというと、物質の長さが長ければ長いほど、断面積が小さければ小さいほど抵抗っていうのは大きくなります。でも逆に長さが短ければ短いほど、断面積が大きければ大きいほど抵抗っていうのは小さくなります。じゃあこれを踏まえてアース線をつなげてる大地はどうかというと、大地言うたらもう地球ですよね。地球って長さももちろん長いんですけど、断面積ってめちゃくちゃ大きいと思うんで、これで計算するとこの R の値っていうのはもうほとんどねゼロに近い値になります。なのでアース線をつなげてる大地っていうのは電気が非常に流しやすいものっていうことになるんですよね。これがね大地に電気が流れる理由になります。ちょっとね話長くなりましたが、次に水道管の方行きます。で水道管にアース線巻きつけるっていうことなんですけど、これはそもそもね意味がないです。以前は水道管を交換使ってたんで電気が流れたんですけど、今はねポリ管って言って塩ビの管をね使われてるんで、そもそも電気流さないです。だから巻きつけといても電気が流れる道ができないので、巻きつける意味っていうのは全くありません。ですので巻きつけて代用するっていうのは不可になります。で最後ですね、コンセントの金具に取り付けて代用するっていうことなんですけど、こういったコンセントの金具も大地とつながりを持ててないので代用はできない感じになります。コンセントの金具で代用できるんやったら、こういったアース端子っていうのはそもそも必要なくなりますので、こういった金具に取り付けて代用するっていうのはできないのでご注意ください。で続いて3つ目ですが、 OA タップがアース線付きですが問題ないかっていうことなんですが、これはアース線が付いてない電化製品をアース線付きの OA タップに挿して使ってもいいかっていうことやったんですが、使ってもらっても別に問題ないです。ただ電化製品にそもそもアース線がないので、 OA タップ側のアース線をつなげてもこのアース線の意味っていうのは特にない感じになりますので、この点はねご注意ください。ただアース線使う使わないに限らず、アース線付きの OA タップを使うっていうのは全然問題ありませんので安心して使ってください。で続いて4つ目ですが、 Y 端子がついてる場合はどうやって取り付けたらいいですかっていうことなんですけど、こちらですね多くの質問をいただいてたので今回項目の方に入れさせてもらったんですが、実はですね Y 端子がついてる場合の取り付け方っていう動画を出しておりますので、こちらの方をね見ていただければ対処できるかと思います。で概要欄の方にねリンクの方貼っておりますので、こちらの動画をチェックしていただければと思います。で続いて5つ目ですが、今までアース線を取り付けずに使ってますが壊れたこともないですがどうなるのでしょうっていうことなんですけど、これはですね故障して家電が漏電しない限り、特にね問題なく使えると思います。でこの質問者さんみたいな方が結構おられるんじゃないかなと思ってて、今までね特に気にならへんかったけど、たまたまアース線の話を聞いたりして、うちつけてないけどつけないやばいんかな、今まで特に何もなってこへんかったけどこれどうなんっていう方がちょこちょこねおられるんじゃないかなと思ったんで、今回ねこの質問を紹介してみたんですけど、で知っといてほしいのが、別にアース線をつけへん買っても電化製品が壊れるっていうことは基本的にはありません。一般家庭の電化製品についてるアース線の役割っていうのは基本的に感電対策になりますので、万が一電化製品が壊れて電気が外にね漏れるようなことがあった場合、そこに触っちゃうと人って感電してしまうので、それを防ぐためにアース線というものがあって、万が一故障してもこのアース線にね電気が流れて感電から
から身を守ってくれるものになります。まあ、だからつけなかったからといって故障さえ起きひんかったら特段ね何も問題はないんです。でこの故障起きる確率が高いかというと、まあ、ぶっちゃけねそこまで高くはないです。日本製ってやっぱ結構安全なんで、まあ、ただゼロではないので場合によってはね起こってしまう可能性っていうのもあります。まあ、実際にね僕もね感電したことあるんで、まあ、簡単につけれるのであればぜひともねつけてください。で中にはねアース線が届かなかったりしてつけれないっていう方もおられると思うんですよ。でそういった方にいつもね僕が言わせてもらってるのが近くにある場合はねぜひつけてください。で届かない場合は長いアース線を買ってきて付け替えるか今あるアース線にアース線を継ぎ足してもらって延長してね取り付けるっていう方法がありますので近くにねアース端子がある場合はそういった方法でぜひつけてください。でただ近くにアース端子もない、まあ、そもそも家にアース端子がないような場合は、まあ、工事してまでは別につけなくても OK かと思います。まあ、ただし工事してでもつけてほしい場合もあって、まあ、例えばね年数がむちゃくちゃ古い電化製品を使われてる方とかですねやっぱ20年30年経ってる電化製品はもう経年劣化で漏電する可能性っていうのもやっぱり高くなりますから、まあ、そういった家電をね今後もずっと使っていくっていう方はアース線をね取り付けて使うようにされるのを推奨しております。でもう一つが湿気がめちゃめちゃ高かったりもう水が常時飛んでくるような場所で電化製品使う場合ですね、まあ、そういった場所で使う場合はアース線取り付けて使うようにしてください。まあ、なかなかねそんなところで家電使う方っておられないと思うんですけど、まあ、万が一水に濡れた状態で感電すると命の危険がありますので、まあ、そういう場合はね工事してでもアース線取り付けるようにしてください。でただですねこれはあくまで僕個人的な意見になりますのでこれがね絶対正解っていうわけではないです。中には、まあ、ちょっとでもね危険があるんだったら確実にアース線を取り付けたいっていう方もおられると思いますので、まあ、そういった方はね積極的に工事していただいてアース線をね取り付けていただければと思います。で最終的にね取り付ける取り付けないの判断っていうのは皆さんがねすることになりますので、まあ、ご自身がねいいなと思う方で対応していただければと思います。で続いて6つ目なんですが3ピンコネクタでアース線の取り付け口がない場合の取り付け方を教えてほしいということなんですが、まあ、これねどういうことかというと電源コネクタの中にはこういったね一般的な2つのものじゃなくて刃がね3つあるものがあります。でこういったね刃が3つのタイプっていうのは一般的なこういったコンセントに刺さらないんですよね。3つ目の刃が邪魔なんで。でこういう場合はこの3本の刃を2本の刃に変換するコネクタっていうのが売っております。でこれを使ってもらったら刃がね2本に変換されますので一般的なねこういったコンセントでも使うことができます。で変換コネクタの方はホームセンターであったり Amazon や楽天市場などの EC サイトでも販売しておりますので、まあ、そういったところでねお買い求めください。でどれ買ったらいいかわからないっていう方は概要欄の方にねリンクも貼っておきますのでそちらの方をねチェックしてみてください。で続いて7つ目ですがY 端子と寄り線を同じところに取り付けても OK ですかということなんですがまず Y 端子っていうのはこういったね Y 字に見える端子のことを言います。で寄り線っていうのはこの端子がついてない線で線が1本じゃなくて何本も細かい線がね集まってるような線を言います。で要は一つのアース端子に Y 字の端子と寄り線を一緒に取り付けていいかっていうことなんですがこれはね OK です。取り付けても問題ないです。ただ取り付けた時に抜けないようにだけ注意してください。抜けてしまったらね取り付けてる意味がありませんので同じところに複数のアース線を取り付ける場合は抜けないようにだけしっかり確認してください。で最後8つ目ですがボタン式のアース端子の取り付け方を教えてくださいっていうことなんですがボタン式のアース端子っていうのがこういったものになります。でこれがねジンボっていう会社が作ってるジンボ製のアース端子になるんですけどこのアース端子の取り付け方はすでにね動画の方で解説しております。で概要欄にねそちらの動画の方貼っておきますのでボタン式のアース端子の取り付け方がわからない方はそちらの動画をチェックしてみてください。はい、というわけでですね今回はアース線の取り付けやアース線の延長でよくある質問の方を紹介いたしました。で今回紹介した8線に加えて以前にもね
よくある質問7選ということで動画の方を出しておりますので、まあ、そちらの方もねよかったらチェックしてみてください。でこれまでに紹介したもの以外でアース線に関する悩みってあると思いますので、まあ、そういったものがあればねコメント欄等で質問してください、まあ、可能な範囲ではありますが回答の方いたしますので、こちらもねよかったら使ってみてください。はい、というわけでですね、今回の動画はこれで以上になります。まあ、今後もね、電気の情報を発信していきますので、この動画が参考になったよっていう方はですね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。じゃあねー。